皆さんこんにちは、店長武蔵チャンネルです。千葉県の鎌ケ谷市で、ベテルモーターサイクルというバイク店をさせていただいております。キムコジャパン、こちらの正規販売店をさせていただいておりますが、この度ですね、キムコジャパン、はい、新たにですね、アローマ150、まあ、好評をいただいておりますアローマ150、こちらにですね特別使用者を追加となりました。はい、アローマ150特別使用者っていう名前でよろしいですかね。カラーラインナップとしてはマットブラックになります。ちょっと申し訳ないのですが、写真がいまいちで申し訳ございません。マットブラックになります。マットブラック、はい、マットブラックです。ですからちょっとこれ印刷の都合上ね、はい、ちょっと色が変な感じになってますけど、マットブラックで、さらにはですね特別使用者として、リアキャリアが標準でついて、さらにリアボックス、これシャッドだと思います。ものとしてはおそらくですけど、まあ、ちょっと実写を確認はしていないのであれなんですが、ターセリーないですね、 外に今ちょっとありますけど、ターセリーに標準でついているのと同じタイプだと思います。あと上が多分カラーリング、この黒に合わせて、黒のもうカバーがついているのかなと。パーツカタログ見ると何かありますからね、多分ついてで、ワンキーシステムになります。車体の鍵で、そのロック、ボックスのロックもできる、開閉できるようになって、ております。はい、ということでですね、特別使用者が追加となりましたの でこちらはですね、今もう日本に入港しているということなので、ご注文いただければですね随時、はい、で、それでですね、一応お伝えしておくこととしては、ノーマル車はメッキのタンデムグリップがついてるじゃないですか、あれはついてません。リアキャリアがついてるからね、ついてませんので、ご了承ください。はい、そしてメーカー希望小売価格ね、重要なのは、まあ、メーカー希望小売価格です。はい、メーカー希望小売価格はですね37万と700円ということで、おそらくですね1万1000円ほど値上がりぐらいだと思います。まあ、タンデムグリップ、メッキのタンデムグリップがなくなった代わりに、リアキャリアとリアボックスで専用のカラーリングがついてになってて、まあ、価格的にはねかなりお得な、はい、まあ、特別使用車ということですので、はい、になっているかと思います。ご購入をご希望の方はですね、お近くのキムコの正規販売店、二輪正規販売店ですね、ちょっと ATV しかやってないところはちょっとあれですけど、二輪正規販売店に足を運んで、アローマ150の特別使用車、こちらが欲しいと言っていただければですね、台数にどれぐらい余裕があるのかは分かりませんが、はい、なくなっちゃうっていう、まあ、好評であればね、それはまあ次の便ということになるのかもしれませんが、はい、まあ色、あと色とかね、うん、ちょっと、あ、このマットブラックがいいなっていう方には、あとこのボックスね、やっぱりボックスちょっと欲しいと思うんですよ。この中狭いんでね、はい、でリアキャリアとかがちょっと純正では設定オプションで設定されていなかったので、まあ、それをつけるとなるとね、ちょっと海外から輸入、もしくはキムコジャパンで台湾キムコから純正品があるんですけど、オプションが、でそれはまあ取り寄せはできたんですが、まあ、ちょっと時間かかっちゃうとかね、まあ、そういうのがありましたん で、はい、で今アローマ乗られてる方でね、リアキャリア欲しいなっていう方はですね、こちらのについてるリアキャリアは純正部品として供給されると思いますので、まあ、っていうかパーツカタログにも載ってます。はい、まあ、普通に供給されると思いますから、まあ、そちらを購入いただくというのも一つの手なのかなと思います。はい、ということでですね、今回はキムコジャパンからね、新たに発売になりますアローマ150特別使用車、マットブラック、リアボックスとリアキャリアがついている仕様、こちらのご紹介をさせていただきました。